春と日本語ポッドキャスト95初心者 beginners 元気1 level 寂しい時 when you are lonely。 どうもこんにちは、日本語教師の春です。元気ですか？今日は寂しい時について話します。皆さんは寂しいと感じる時はありますか？いつ寂しいと感じますか？もちろん私たちは人間ですから、寂しいと感じる時がありますよね。私は、暇な時で一人でいる時に、時々寂しいと感じますね。私にとって友達や家族はとても大切で、人といる時間が大切です。もちろん一人の時間も大切ですね。でも一人の時は自分の仕事や好きなことをしたいです。ジムに行ったり、YouTube を編集したり、ポッドキャストを撮ったり、Netflix を見たりしたいです。でも仕事もなくて暇な時は好きな友達と過ごしたいですね。あとはホームシックになる時は少し寂しくなりますね。特に家族が寂しい。家族が恋しいとき、家族が恋しいときは少し寂しくなりますね。そのときは家族に電話をしますね。あと暇で遊ぶ友達が誰もいないときはゲームをしたりしますね。いつもは全然ゲームをしませんが、本当に暇で寂しい時はたまにゲームをします。前は一人で誰も知らない街に行くのが好きでした。今も好きですが、友達がいない街に行くのは少し寂しいですよね。新しい友達はできますが、最初は寂しくなると思います。私はクイーンズタウンみたいな友達のコミュニティがある街が好きですね。街は小さいので、街に行くといつも友達に会えます。将来はそうですね、クイーンズタウンみたいな街に住みたいです。Words and phrases used in this episode. 寂しい lonely. 人間 human being. 感じる to feel. 私たちは人間ですから寂しいと感じる時がありますよね。Since we are human beings, we have a time when we feel lonely. 編集する to edit.将来 future that you can see。 はい、今日は寂しい時について話しました。どうでしたか？今日は少し短いポッドキャストでしたね。いつもはあまり寂しいと感じません。でも時々寂しいと感じる時もありますよね。皆さんはいつどんな時に寂しくなりますか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。iTalkie で日本語のクラスもしています。Thank you so much for listening. If you like this podcast, please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners.Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you so much for your support.
ではまた次のポッドキャストで会いましょう。じゃあね、バイバイ。